どうも六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のフェチとケメロジと少年ことサクです。というわけであなたの番です。劇場版鑑賞してきました。新情報、内山は自分のこと内山って呼んでました。いや、メールでの一人称あったけど、あったなぁ。かわいい。かわいいね。そう、黒島にね、そうそうそう、メールを打ってたんですけど、内山はそうは思いません。内山はどうかと思って。内山そうは思いません。おもろかったなね。まあ、ということでですね、本日12月10日公開のですね、あなたの番です、劇場版をですね、まあ最速で鑑賞してきましたのでね、うん、まあまずはこの興奮冷めやらぬうちにいろいろ感想を言っていきたいんですけども、はい、やっぱりこの大スクリーンで僕たちが愛したこの人物たちがいたってことにまず感動したな。まあそうだね。まずなんか、お帰りというかね、うん、もうめっちゃ見てたからね。そうなのよ。そうなんだ。2年ぶりの再会。そう、そうだね。再会なのあれは。そうだね。本当に。なんか本当事件が起きるまでの15分ぐらい、うん、まあ、本当に、あ、そんなことしてたのとか思ってたけども、うんうん、ものすごい事件起きたな、やっぱ。いやーすごいね、いきなり起きたね。すごかったな、やっぱ殺され方がやっぱ穴番ってすごいな、うんうんうん、容赦なかったね。容赦ないぞ、これ。なんかドラマ版だったらさ、もう絶対次週行くよこれっていうのがどんどん続いていった感じしない？そうだね、うん、ってぐらい見どころがね、中盤すごかったんだね。最高だったね。最高やな。140分超えの映画ではあるけど、はいはい、本当なんか体感はすごい短いっていうかね、うん、いや、本当よ、あっという間だったね、うん、1時間ちょっとぐらいからもう終わらないでくれと思った。いや、もう本当に悲しくなってた。確かにもう真相迫らんでいいって思ったよね。見ないでいいかもって思った違う、なんかだって見たら終わるんだ、うん、あ、でも分かる、それはまあまあそうね、確かに、まあ、見たらもうこの楽しみ終わっちゃうんだっていうのがあったから、そうそうそう、今終わっちゃってるのがちょっと悲しいんだよね。悲しいの、めっちゃ悲しいのね。ちょっと待ってください、うん、2回も3回も見に行けますか。そうなんだよね。行こうよ。会いに行けるんだよね。行こう行こう。何回でも見れるぐらいね、盛りだくさんだったし、回収もたくさんあったのでね、うん、もう何回でも見れる作品だとは思いますよ、本当に、うん、はい、ということでもうちょっと語りたいんだけどもね、うん、なんつってもドラマ版であったこのちょっとしたプチ情報とかの入れ方が絶妙だったよね。いや、まあそうだね、うん、なんか小ネタとかもすごくあったりしてさ、うん、ドラマ版を見てなくてももちろん楽しめるんだけども、うんうん、見てたらもっと楽しめますみたいな、このバランス、そうだね、すごかったんだよな。くすってくるところが多いわ、ドラマ見てる人からすると。ドルジアとかね、ドルジアラーメンまで、だから相当売れたんだな、あの後ってことだよ。ブータン料理屋はやめたってことだから。そうでもね、でもチェーン展開とか、いや、そうだよね、すごいよ、めっちゃ売れてるよね。俺の大好きな俳優名倉さんが出てましたね。好きだもんな。大好きです。ということでね、まあここからはね、順序立ててね、いろいろ、まあ、解説含めね、とにかく感想を述べていきたいと思うんですけども、まずはじめにですね、この動画はもう映画を見た人だけに届ける動画になっておりますので、うん、まずはもう黙って見てください、映画を。うん。うん。その後にこの動画をね、見てほしいので、もうネタバレももちろんありますし、逆に見てない人向けに、そういうなんか細かい解説とかもないので、そうだね。もう見た人と一緒に感想を共有したい。うん、この気持ちだけでこの動画を撮っておりますので。絶対に映画見てない人はこの動画見ないでください。もう絶対見ない。絶対に見ないで、本当に。どんなに俺らのことが好きでも、もう見ない。絶対見ないで。見てほしくない。うん。見ちゃいけない。いけない。うん。まずは黙って映画を見に行く。そう、映画見て。その後に僕たちと一緒に感想を分かち合う、うん、この流れでいきましょう。お願いします、はい、ということでね、やっていきたいんですけども、まずなんか思った以上にやっぱ謎を残さずに綺麗には終わってくれましたね。そうだね、全部伏線は回収されたかな、うん、そうだね、うん、うん、まあとはいえあれどういうことだったんだろうとか、まあちょっとした疑問っていうのはおそらくあると思うんですよね、うん、僕たちもその見てすぐはさ、あれどうだったんだっけみたいのもあったじゃないですか、うん、そうだね。ただそこ3人で喋ってね、結構あ、これこういうことだったんでって分かった部分もありますので、そういうとこをちょっといろいろ解説していきたいと思います。ということで、まずは一番注目だったであろう犯人の話をねしていきたいと思いますが、今回なんと犯人は神谷刑事でしたね。いや、おったまげた。おったまげよ、マジで。マジで、まさかだね。素晴らしい、このチョイスも、ね、すごい絶妙だよね。絶妙、なんか意外性というか、どうしてもこの4人、はいはいはい、ね、主要の4人怪しいかなと思ったけど、でさ、今神谷と分かってみて思うのはさ、神谷ってやっぱドラマ版でも結構怪しくは描いてたんだよね、うん、まあね、あ、なんかちょっと警察のくせにいろいろ隠すなとか、うん、なんか闇的な部分あるなと思ってたからこそ、うん、犯人でも全然違和感がないというかさ、うんうんうん、そうだね。だからこの2年の間に、まあ、黒島と出会ったことで、 そっちのルートが、ね、覚醒したというかね、そういうことだよね、うん、まあ、だからなんか逆に翔太くんとかが犯人だったらさ、この2年間何があったっていう疑問が生まれちゃうけども、神谷だったら
まあまあまあ黒島と出会ったらそっち行っちゃいそうだなみたいな感じも含めてすごく良かったよね。適任だね。適任だよね。はい、ということで、まあ犯行理由はですね、ケメロジも言ってくれたんだけども、このパラレルワールドの2年間で黒島と神谷は出会ってですね、付き合ったと、うん、ただその後に付き合った二階堂と本気で恋に落ちた黒島を見て神谷はちょっと嫉妬してしまうと、うん、まずそこが一番の理由だったと思うんだけども、それプラス黒島からまあ自分を殺してくれって頼まれたってことなんだよね。まあそうだね、うん、まあ、やっぱサイコパス的な部分がさ、黒島を分かってるから、うん、まあ 0.1% のそういう二階堂を殺してしまうかもしれない自分を恐れて、まあ神谷にそれだったら自分を殺して、まあ、二階堂も幸せになってほしいしみたいなことで頼んだ、うん、っていうのがまあざっくりした犯行動機ではあったよね、うん、まあ、でも結構神谷がそそのかしてたよね。あ、まあまあもちろんもちろんもちろん、そうそう、まあ、このままだと絶対殺すよっていうので、そうそうそう、まあ、黒島もね自信がなくて 0.1% もあるからってことよな、うん、そうだね。黒島ちゃんともっと戻したいよな。付き合いたいよ。それはもう一回付き合いたいよ。いや、そうだな。サイコパスであってもとにかくいい女だもん。いやマジでたまらん。めっちゃたまらんかったな。たまらんマジで。うん。黒島ちゃん、あれはみんな人生狂うわ。いや狂う本当に。でも本当この映画ってさ、黒島に人生狂わした男たちの物語みたいな感じだったもんね。まあ、そうだね、本当そうだね。でも結局黒島は究極の愛を選んだというかさ、まあ、二階堂のことを本気で好きになってしまったからこそ自分が殺されることで、まあ、ハッピーエンドにしたっていうのかな、ああいうのね。まあそうだね。まあ二階堂にとってはめちゃくちゃ悔しいよね。本人も言ってたけどね。っていう感じでですね。まあ二階堂と黒島の恋愛模様っていうのは結構中心ではあったよね。いや本当そこだったね今回は。そして今度はですね、劇場版で死んだ人物っていうのもねちょっと洗っていきたいと思うんですけども、まず今回オープニングアクト死にはトコシマですね。やっぱりやっぱり笑っちゃったよ。笑っちゃったな。またお前かいっていうね。よかったな。今トコシマ死なないと始まらない。始まんないんだ。あれもまたさ、一回意識やって死ぬの演出面白い。あ、そうそうそう。死んでるじゃないの。そう、あそこも一緒だもんね。そう。ドラマ版の。ああ。あれ水中だったけど言ってるよ。言ってる。口開いてたもんね。開いてたもんな。ということでトコシマが殺されたんですけども、まあねここが唯一さ、やっぱ最初の被害者ではあったけども殺された描写がなかったんだよね。うん、うん、誰が殺したっていう描写がなかったので、結構多分この動画を見てる人ここに疑問を持ってる人は多いと思うんだけども、僕たちもね見た当初は本当に思ったんだけども、うん、今冷静に考えると殺したのはもう内山で間違いないです。そうだね、うん、まず動機としては、まあ船内をね盗聴してた内山が常島と赤池美里がね共闘して黒島殺害を計画してたことを知ると、うん、でまあそれを知ったことによって内山の判断で常島を殺害したっていうことだよね。まあね、先手を打ったってことだな、うん、そうで、なぜ常島と赤池美里は黒島を狙ったかというと、幸子が亡くなった時の遺産が幸子の隠し孫である黒島に渡るのが嫌だったからってことだね。うん、そうだね。赤池美里的にはね、なんでこの子に遺産を渡さなきゃいけないんだってことで、常島を多分そそのかしてね、まあ、ちょっとあげるからとかいろいろそそのかして二人で共闘して黒島を殺そうとしたってことだね。そうだね。でさらにね、内山が殺した間違いない描写ってのがあって、黒島から髪の毛をもらうっていうご褒美があったみたいなんだよね、うん、これはねドラマ版ではなかった描写ではあるんだけど、ね、うん、あ、そうだね、確かに、うん、まあそれはやるよね。黒島の髪の毛もらえるならやるか、やるかな。髪の毛一本じゃ無理ですよ、殺害は。でさあ注目したいのがさ、あそこで髪の毛一本は常島の多分あれ報酬じゃん、うん、でもさその前にさ、あの木箱で写った髪の毛はもう束だった。いや束だった、あれ多分600人くらいかもしれない。確かに束だったから。いやほんまにそうやわ。まあ波止めは入ってるな、入ってるよ絶対な、うん、とか相当毎回毎回髪の毛を渡してたってことなんだよな、うん、そうだね、うん、続いて殺されたのがね、南ですね。南だ。2日目か。2日目になるんですけども、これは殺したのは浦部ですね。うん。うん、で、これは動機はただの勘違いです。浦部さん、ちょっと南かわいそすぎる。それはないよ。ドラマになって、だって、あれよ、目的は同じだったわけよ。黒島、打倒黒島だったのに、まあ、しょうがないけどね。黒島が帰ってきたと思ってってことですよね。そう。まあ、もうちょっと説明すると、浦部は黒島のかつての家庭教師の松井先生の恋人だったみたいなんですよ。まさかそこがね。ここもさ、プールオリジナルのさ、扉の向こう見てないと ね、結構難しい情報であったんだけども、うん、やっぱここと繋げる感じも、オツだよね。いや、最高でしたね。で、その松井先生の死が黒島によるものだと浦部は知ってですね、黒島への復讐のために乗船したと。うん、
で黒島の部屋に火をつけたんだけども、その部屋にたまたま行った南が死んでしまったっていう、うん、もうまさに勘違いというかね、間違えて殺しちゃったっていうね。南にとっては無念すぎる。いやそうよ、うん、仲間に殺されたんだよ。そう、仲間にな、うん、ちゃんとどっかで話し合ってればさ共闘できたのにね、うん、っていうやっぱね南のちょっと辛い部分も見えたんですけど、まあ、うん、まあ、浦部的にもまさか黒島の部屋に南が入ってくるとは、まあ思わんじゃ思わんよな。思わんよな。あと南があの船に乗ってたことも浦部は知らなかったわけでしょ。そうです。そうだからまあしょうがないっちゃしょうがないのか、ちょっと隠れてたしね南は。乗船のバイト、うん、っていうかまあそうだね、2週間前に入ったってことだな、うんうん、隠れてたからな。でも一回面識あるじゃんの2人、うん、そうあるよ、だから過去にね。そう普通の人で言っとけばなんか気づいた感じもあったけど、うん、そうだな、ちょっと隠れてたから南はな、うん、っていうことでね、まあ2人目が南だったということで、うん、まあここだけ唯一予告を見てねなんとなく当てれたね。そうだねっぽかったもんねっぽかったもんね、うんうん、はい、続いて3人目の被害者はですね内山ですね。いやだねまさか。でこれを殺したのが神谷っていうことで、わあね、これがねドラマ版と逆になってるこの憎い演出ですね。これがまたね仕返しというかパラレルワールドで仕返しですこれは。ということでまあこれもね動機は結構いろいろあるんだけども、まあ簡単に言うとやっぱ内山がね狂ってて勝手にいろんなことをしちゃうからこそ、まあ内山が邪魔だったから殺したっていうことではあるんだけども、うん、もっとねいろいろ多分細かく言うとあるとは思うんだけども、まあ黒島の気持ちをちょっとね理解するためとかも私は入ってるよね、入ってたり、あまあ黒島のことを守ったというかね、まあ内山がいることで黒島が捕まるリスクももしかしたら高いとか、うん、そういうとこも考えたかもしれないし、うん、まあいろんな理由はあるけども、まあとにかく神谷にとって内山は邪魔だったから殺したっていうとこではあったのかなと、うん、ドラマ版と映画どっちでも死んじゃったね内山。あ、そうかそうか、黒島もだけどこの二人がどっちも死んでる、うん、でしかも今回のこの死に方は一番すごかったね、うん、あまさかね、うん、サメの口の中から、ね、一回首吊りで殺して切って入れたってことでしょいやそこはね多分ね違うと、そんなことはしてないと思うよ。普通に投げ捨てたらサメが食っちゃって、でそのサメを研究で使うために引き上げた、うん、みたいなことでしょ。さすがにたまたまいたんだ、すごいこと考えるもう入れたかと思ってで4人目でございますが、4人目はなんと黒島が殺されてしまう。マジでいやもうちょっともう泣いちゃったよあれ。ちょっとさすがに、ね、一番まあ劇場版でも怪しまれさまな真犯人として。そうね、まあやっぱ黒島が逆に死なないとね、黒島がずっと怪しまれる状況ではあったからね、まあ展開としてはしょうがなかった気がするけども、とにかく悲しかったな。悲しかった、うん、しかも美しいんだもん、あの死に際がね。なんかそこのね、まあ見た人しか見てないからさそこまでは語らないけども、うん、もうなんかあのお風呂で手繋いでたのはこういうことだったとかさ、うんそうだね、最後ね二階堂は夢の中で手を繋いでて、うん、で黒島はその死ぬ直前で二階堂を思ってなんか手を差し伸べてて、そう伸ばしてた。もう一回見に行こうか。いや、マジで。もうすぐ行きたい、もう。あそこよかったなぁ。おしゃれ。指輪もしてたりね、ちゃんと死ぬとき。ね。しなかったんだ、あいつのせいで。そうなんだよ。そうそう神谷が捨てたんだ。そう、あの辺もさ、トリック的にもすごかった。すごいね。そう、二階堂と黒島はさ、なんか結局好き同士じゃないんだみたいなさ、そうそうそう、なんかその演出はあったんだけども、実はそのシーンは、神谷と黒島が喋ってたシーンだったっていう、このトリックね。そう、二階堂は練習してただけで。だけ。うん、別のシーンだったんだね。そう、うん、でそれを思ってみるとさ黒島しかあの場面って映ってないんだよね。ワンカットだけで表現してるから、うん、実は前には神谷がいました、うん、っていう演出。そうだね、素晴らしいですな。どうやん振られたやんと思って、ね、思った、ね、そういうことだった。そうでもねその後一緒に寝てたりしたからあれどういうことなんだろうって思ってはいたけどね。とか死んだ黒島の指を見て指輪がないってことに驚いてたから、そう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 、いやいやそれは振られてんだからないでしょと思ったらそういうことではなかった、ね、そういやすごい伏線回収でしたね。素晴らしい。ということで神谷が黒島を殺した動機については先ほど言った理由ではあるということで、まあやっぱこういうとこなんか愛の物語ではあるんだよな。あなたの番です、ね、いやまあ結局そうだね、愛ゆえのっていうかね、うん、ドラマ版でもそうだったもんね、うん、やっぱ愛が勝つんだみたいな感じで最後は終わったけど、うん、映画版でもやっぱ愛が人を狂わしたり逆に人を救ったりするよみたいな話だよね、うんうん、そうだね。はい、ということでですね、まあその大きな事件関係はこういうことでしたね。ということでこっからはですね、今度はまあ穴場ならではのですね、事件とは関係なかったけどもいろんな伏線を張り巡らしてたシーンっていうのをねちょっと振り返っていきたいと思いますけども、まあ、ざっくりここも行きたいんですけども、まずはやっぱタミヤの怪しい行動っていうのもたくさんあったんですけども、ここについても回収がありまして、まあタミヤっていうのはねマンションの監視カメラをね自作で作ってたじゃないですか、うんうん、ドラマ版でもね、まあそれを2年
年間でやったことによって内山の存在に気づくと、うん、でその内山が乗船してることに気づいたから、ちょっと内山に会ってくるわ、いろいろ説得してくるわっていうことで、実は、まあ、怪しい格好で向かってたっていうことなので、うんうんうん、まあ民はやっぱり根本はいい人なんだね。まあそうだね、うんうん、ドラマ版では波止めを殺したりはしてたけど、まあね、でも正義感だもんね。まあそうだね、結局そうなんだね。でも正義感で狂っちゃう人ではあるけども、うん、まあ今回は全然狂わずに良かったし、キミコともなんか仲良かったから良かったね。まあそうだね、うん、いい夫婦でしたね。キミコの二の腕も良かった。良かったぞキミコ。良かったね。負けてないんだキミコも。キミコ存在感あったよ。結構出番多かったね。可愛かった。で続いてはですね、野本さなえのまあ怪しい挙動がすごかったよってことなんですけども、MVP じゃないですか。いや、おもろすぎるよ。おもろすぎるよ。まあいろいろあったけどもね、まあなんかナイフをすぐ持とうとしちゃったりさ、ミキサーをねちゃんと持ってきてたりとか、いろいろ憎い演出あったんだけども、これも黒島のサイコパス性をねこの2年間で知ってしまったことで、まあ黒島に殺されちゃうんじゃないかっていう怯えからああいうまあ自己防衛に走ってたってことだよね。まあご信用で待ってる。ご信用ってことだよね。でさらに伝説のバタフライに関しては、うん、総一がシカゴに行ってたということでね、シカゴまで行こうとしたという、うん、すごいよ。びっくりですわ。あれ行けたかもな、あのまま行けるか。サナエさんならワンチャンあったよ。行けないよ、ね、溺れてたからちょっと、ね、サナエさんもね今回、まあ、事件にはそこまで絡んではなかったけど、うん、なんだろうね、あの存在感、ね、あと黒島ちゃんの写真をね食べてたり食べてたり、ね、あれも一応さドラマ版であの綿を食ってた、そうそうそう、でもまあちょっとオマージュ的なことだよね。食っちゃうんだ。食っちゃうのよ。あーおもろいな。おもろい。そして次はですね、赤池幸子と江藤の謎の中みたいの結構描かれてて、まあここについても回収はあってですね、まあ簡単に言うと幸子のスマホ教室をしてたんですよね。ね、そうね、うん、そんなに怪しい関係ではなかったと、うん、ただまあこの今回の事件に関してはこの2人プラス西村でね、うん、まあ結構鍵を握るとこまで行ってたね、うん、そうだね、だから黒島と神谷のつながりっていうのを裏垢で探してたってことだな、うん、あの3人も結構優秀だったね。優秀そうだね、幸子も重機でやってましたね、なんかあれイメなんかあれ空想なんですかね。あれは空想なんだろうけど、ね、よかったな、よかったな、うん、そうでさドラマの話になるんだけどさ、ドラマの最終回の一番ラストのシーンはさ、この赤池幸子が殺されるところで終わったわけで、うん、まあその前に江藤が怪しくとかも描かれてたわけなんだけども、まあやっぱこの映画を見てさ、赤池幸子は人に憎まれるようなことをしてきたっていうのはもう間違いなくなったからね。うん、なんかライバル会社を、うん、の人物を埋めたりしてたって噂があるよとか言ってたから、まあそういう回収でいいのかもね、ドラマ版についても。まあそうだね、うん、誰かに殺されてもおかしくない人物でしたよってことでしたね、こと、うん、まあ、誰かっていうところまではもう別に言ってないよっていうことなんだとは改めて思ったね、うんうん、まあそうだね、うん、さあ続いてはですね、小野ちゃんの妊娠っていうのもあったんですけど、わーやこれですよ。ここはなんと相手は細川でしたね。クソにクソにでした。クソに良かったね。でもいやでも本当にそう、うん、出世しましたよ。いや本当だよ、出世なのか、出世です。これはだからその細川が誰かの部屋に入ってったりとか、うん、まあ電話してたっていうのも全部小野ちゃんということで、そうだね、回収はね、うん、それだね、邪魔したくなかったんだろうね。今は手塚夫婦のお祝い事だから、いや素敵よな、そうだね、結構一歩引いてたってなると、うんうんうん、いい男だ、そういい男だけど、そうだね、スピーチだけはクソ長かったか。最後の車も良かったぞ。あ、シューな、かっこいいな、ね、トレンディーな、かったな、面白かったな。ということで、やっぱ細川も憎めないね。いや、いいですね、いいです、最高です。ということでね、まあざっくりとした伏線はね、まあこの辺だったわけなんですけども、うん、まあ最後にね、奈々ちゃんと翔太くんについてもね、ちょっと語っていきたいんですけども、まあこの二人で一番語りたいとこはですね、やっぱり映画のラストシーンだよね。もうヒヤヒヤしたよ、もう何やってんのあれ。クレジットで流れたあのね、劇場全員がピリついたよな。あれね、待ってみたいな、マジで映画館ちょっとざわざわした。ざわざわした。ちょっとやめてくれよと。いや分かったよ。頼むぞってことだったけど。もう良かった、あれは良かった、セーフ、耐えた、耐えた、ギリギリまで、そうで、早く止まったっけさ、早く来た瞬間もう終わったと思ったよ、正直とよ、いやと思ったけど、で、翔太くんが揺らして、うーって起きたっけ、そう、あー、良かったですね、早も止まるいい女って何なんだよ、もうあれよく分かんないけど。いや、あれも憎い演出だよね、良かったね、確かに、あそこ本当にドキドキしたよね、そう、だから結局パラレルでも結末は変わりませんよ、みたいな、そういうね落ちかと思ったけども、ちゃんと変わってましたね、そう、やっぱ映画では2人幸せにね、うん、終わるっていうのが良かったです、みんな安堵したな、あー、本当にそう。
構ね、今回翔太奈々ちゃん、うん、すれ違ったりもあったけども、まあなんだかんだね撃たれましたからね。撃つのって思ったよね。結構ね、奈々ちゃん疑うよね、実は。いや、奈々ちゃん疑ってたね。まあでも結構翔太怪しい行動は、まあ多かったもんな。多かった、まあ俺らも一瞬だけ疑った。いや、疑ってた。で、塗料ついてんのめちゃくちゃ。そうそうそう。でもまあ、翔太はやっぱり翔太くんでした。いや、そうだね、ブレない男です。奈々ちゃんのことが好きで好きでしょうがない男なんです。いや、よかったところ。いや、パラレルワールドでもこういうとこは引き継いでくれてやっぱり嬉しいね。うん、そうだね。ということで、まあこの辺が感想なんですけど、どうでしたか改めて。いや、まあやっぱりそのドラマ版で幸せになれなかった人たちが、うん、映画版では幸せでいてくれたっていうのが俺は嬉しくて。あ、なるほどね。まあ中でもまあ映画版では柿沼愛理か、柿沼夫妻とね、生きたのあの3人がさ、あ、まあ、ずっと最後まで生きてたっていうところね、ね、パパって呼びたかったみたいなさ、ドラマ版だったじゃん。そうそうそう。だからそれがまあ多分叶った世界線なのかなっていう。そうだね。そう、一応その描写はなかったよね。パパとは呼んでは。パパってなかったよね。なかった気がしたけど。パパとは呼んでなかった。呼んでなかったけども、まあ呼んでてもおかしくないみたいなね。だって愛理ちゃんはもう柿沼になってんのね。そう、柿沼になってる。結婚してるんだよね。結婚してるのはもうパパですよ。そうだよね。浮田も一緒にまだいるってことが。いや、そうよ。そう、別にどっちとも血は繋がってないんだよね。繋がってないのにいるっていうことで。いや、良かったです、本当に。やっぱ愛すべきキャラ多いよね。多いんだよ、みんな語れるもんね。本当に語れちゃうんだよ。じゃあ僕個人的に一個お気に入りのシーンだと浅間田。浅間田良かったね。浅間田ね。浅間田。情報番組浅間田。あれも見たいな。あれ面白かったな。あれ現実であったら誰が見んだろう。言うな言うな。あの世界線だと袴田さんかなり売れ切った。売れ切ったね。いろんな事件あったけども売れ切りましたね。あそこ山際もいるっていう情報量多すぎるっていうね。よかったね。そこ見ると本当全員出てるね、ほぼ。いや、ほぼ出てます。すごいわ。素晴らしいよね、その辺。2時間でさ、ちゃんと全員をさ、ちょっとしたことでも回収してくれるあたりが素晴らしいのでね。しかも印象に残る出方だったよね、みんな。いや、本当にそう。それがすごいよね。っていう感じですかね。まだまだ語れるんです、正直ね。語ろうと思えばいくらでも2時間以上語れちゃうんですけども、まあね、皆様の感想を含めてね、また何か動画が出せそうだったら出したいと思いますし、何よりね、この後9時からね、エピソード0みたいな感じでこのパラレルワールドの2時間を描いてくれるみたいなので、まあそれを見てさらにね、なんかあれこういうことだったんだとか分かることはありそうなので、その辺もぜひ感想でお待ちしております。お願いいたします。はい、ということで映画を見ちゃったわけですけども、まあパラレルワールドですから、作ろうと思えばまだできるから、ね、おーとといくらでもね。いやー、そうですよ。見たい、正直。もうどんなパラレルでもいいからね。うん、地球が滅亡しそうとかでもいいよね。もうどうなるか分かんない、俺も。分かんないよ。この人たちが見たいだけ。あ、まあでも本当そうだね。本当そうだね。っていうくらいなんか大きくね、なんか今後もなんかあなたの番ですを続けていただければやっぱテンション上がりますね、正直ね。はい、ということで、これからもね、アナ版は永遠にということで、いいですね。やっていきましょう。はい。はい、ということで皆様の感想待っております。というわけで僕たちは他にもいろいろ活動しております。ということでね、あなたの番ですの制作陣が同じ真犯人フラグですとか、今大盛り上がりの最愛とかね、いろいろやっておりますので、ぜひともね、これで久々に見た方もね、またちょっと僕たちの動画を見て一緒にエンタメを楽しんでくれればと思います。よろしくお願いいたします。というわけで以上、ロクロック組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画は少しでも楽しいなと思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にケメロジェ。はい。あなたのマンデス劇場版2。どんな世界線でやってくれますか？劇場版2。宇宙ですね。宇宙。前園さん、前園さん、続いて。見たいな。